さあやろうかい。こんにちは、こんばんは、おはようございます、みつです。第7回目の、天神、七崎愛編をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、ぶっちゃけどうでもいい話なんですけど、使ってるイヤホンが片方ぶっ壊れちゃってで、まあ、もともとね片耳しか実況中は使わないんでいいんですけど、まあ、ちょっと音質のいい結構高めのやつだったんで軽くへこんでます。はい、まあ新しいのまた買おうかな。まあ、前回はレベルが上がったということで、うん、またねレベル上げるために星どうなんだろうね、星イベントがあるのか、またね会話してアタックして星イベント取るっていう形になるのかよくわかんないんですけど、まあ頑張ってやっていきたいと思いますが、イベントがない、イベントがない。さあ行きましょう。昼食後の睡魔が保健室で仮眠するか。こいつは本当にどこのルートでも寝るんだな。保健室絶対行くんだな。なんだか満腹になったら今度はすごく眠たくなってきたぞ。仕方ない、ここは教室に戻るのはやめて保健室で仮眠を取るとするか。保健室ってそんな感じで使っていいのか。さてそれじゃあ早速。あ、あら、どうも。ああ塚原先輩、どうしたの、もしかして具合悪いの。いや、いえ、そのん、実はあまりの眠さにちょっと仮眠でも取ろうかと思って。仮眠？あ、はい、だいぶ寝不足みたいだね。昨日夜更かしでもしたのかしら。いえ、そこまでは。一体何をしてたのかな。それはその話題を変えよう逃げた。それよりも塚原先輩はどうして保健室に。ああ、私は具合の悪いクラスメートの薬を取りに来ただけよ。ああそうだったんですか。え、誰だろうね。大したことはないって言ってるけど一応ね。まさかのあれか、森島先輩か。塚原先輩って優しいんですね。そうかしら、普通だと思うけど。まあそうね。それより、うん、はい。ベッド確保しなくてもいいの。え、ああそうでした確保。あ、そういえば君に一つ聞きたいことがあるんだけど。なんだなんだ。え、いい機会だから少しいいかな。あ、はい、何ですか、何だろうね。まあなんというか、君と七崎って意外と仲がいいでしょ。お、そういう風に見られてんだな。え、僕と七崎がですか。ええ、私にはそう見えるんだけどね。あ、で、私が知りたいのはそんな二人がどういう風に知り合ったのかなってこと。すごいっすよ先輩俺もやり直しまくってるからいろんな出会い方してるよ。知り合ったきっかけですか。うん、よかったら聞かせてくれない。この時はゲーセンだったのかなわかんないけど、それはですね、ペラペラペラそんなことがね。はい、そうなんですよ。何を話したんだろうね。でもどうしてそんなことを。そうね、うちの期待の新人が外ではどんな感じなのか聞いてみたかったの。お、ルーキーだな。期待の新人ですか。ええ、そうよ。七崎はフォームも綺麗だし、タイムも1年生にしては相当なものなの。さすが運動神経がいいだけあるな。そうだったんだ。でもほら、なかなか部活外のことって聞ける機会がないから。可愛がってるんですね、七崎のこと。そうね、ちょっと変わったとこもあるけど放っておけないというかね。というと。例えば水泳部のボランティア活動で海岸のゴミを拾ったりするんだけど。あ、行きましたよ。あの子は一人でも行ったりしてるみたいなのよね。行きました、僕も行きましたよ。ああ、なるほど
なんとなくだけど、そういうところが猫っぽくて可愛いのよね。なんだろう、このゲームは猫が多いな。そう呼ばれてみると確かに猫みたいな感じだな。すげえな、猫だらけだ。あら、ミアちゃんしかり。あ、もうチャイムが。薬を取りに来ただけだったのに、ずいぶんと長いになってしまったわね。つい話し込んじゃいましたね。ごめんね、せっかくの仮眠時間を。いいっすよ、授業中寝ますんで。いえ、先輩と話せて僕も楽しかったので。それじゃあ、私はそろそろ。はいはい。はい。さよなら。まさか七崎が期待の新人だなんて思っても見なかったよ。今度練習見に行くな。やめろ、それはただの覗きだ。さあ放課後だ。七崎の泳いでるところを見たことがないぞ。本当に水泳部か確認し、本人が水泳部だっつってんだから行かなくていいでしょ。これは両方とも放課後なんだね。通学路で男子生徒が座り込んでいると近づいて声をかけてみるか。はあ、どっちがいいんだろう。それぞれ発生するものは違いますが、座り込んでる、なんだろうね。これはね、なんとなくなんですが危ない気がする。なんか変態って言われそうな気がするんで、ちょっとこっちに行こう。今日は郊外をランニングする生徒が多いな。なんだかああやって部活をするのも結構楽しそうだよな。あ、あそこにも生徒が。あれ、あの人どうしたんだろう。あんなところにしゃがみ込んだりして。ちょっと声をかけてみるか。どうかしたんですか。あ、いえ、ランニング中に突然車が出てきたもので。危ねえな。もしかして転んでひねったとか。あ、はい。ちょっと見せてもらってもいい？別に構いませんけど。うわぁ、かなり腫れてるぞ。これ捻挫してるんじゃないかな。仕方ないな。おんぶおんぶ。よし、僕が保健室まで肩を貸すよ。いえ、しばらく休めば多分。しばらく休んでもその汗じゃ無理だって。こういう時は遠慮なくしなくていいよ。すみません。さて、それじゃあ行こうか。はい。1年生なのかな。これは結構しんどいぞ。まあ男の子だからな。大丈夫ですか。これくらい平気だよ。頑張るしかないよな。助けるって言った手前な。あ、愛ちゃんだ。あ、先輩。あ、七崎。え、あ、七崎さん。あ、二人は知り合いなのか。はい、同じ水泳部の1年生ですから。へえ。ああ、そうなんだ。いつになっても彼がランニングから戻らないので様子を見てこいって。なるほどね。実はさっき転んだ拍子に足をやっちゃったみたいで。あ、それで先輩が。相当ひねったんだね。ちょうど通りかかったんだよ。そうだったんですか。ああ、そうだ、七崎。はい。いきなりで悪いんだけど、ちょっと僕のカバン持っててくれないか。かさばって歩きにくいんだよ。あ、はい、わかりました。はあ、とりあえずこれで大丈夫かな。あとは保健の先生に任せればいいだろう。湿布でも貼ってもらってね。さて、それじゃ改めて帰るとするか。カバンは？先輩。うん、来た来た。ああ、七崎。先ほどはうちの部員がお世話になりありがとうございました。お礼儀正しいね、やっぱり。ああ、別にいいよ。僕も七崎にカバンを持ってもらったわけだし。いえ、それくらいは。それより、ずいぶん重たいカバンでしたが、中に何を入れてたんですか。あれか、まさかのお宝本か。ああ、うわっ、そういえば当たった。今日はお宝本をまとめて持って帰ろうとしてたんだ。さっきは簡単に七崎に渡しちゃったけど、もし中を見られたり、見られてたりしたら。先輩？まあ中見るような子じゃないでしょ。いや、今
今日は辞書を持って帰ろうとしてたからさ。あ、それでですか。たまには勉強もしないとな。そうですね。かなり重かったろう。ありがとな。あ、いえ。うん。さーて、それじゃ僕は帰るけど、七崎はどうする？あ、私は部室の方に戻ります。そっか。それじゃあまたかな。はい。先輩、ありがとうございました。いいえ。おう、増えたね。はあ、危なかった。それにしても七崎もああやって照れたりするんだ。ああいう照れた顔を見るとあいつも女の子なんだなと思えるよな。やった上がったって言っても1個か。まあ上がらないよりはいいからな。うん、ちょっとだけ上がったね。ちょっとは女の子と仲良くなった？うん、順調です。多分。よし、じゃあセーブして寝ます。うん、日曜日ですね。しかし全部やってる。全部やってるんですが、勉強と体と、なんだっけ、おしゃれ。まあ、愛ちゃんなんで、体を動かしてみましょうか。女の子と過ごす。そのためには自分の魅力を高める必要があるはず。思わず、先週はダラダラと過ごしてしまったけど、今日からは違うぞ。とりあえず、体を鍛えて女の子にアピールできるようになろう。こうした地道な努力が大切だよな。よし、それじゃあ早速。着替えて、よし、マラソンに出発だ。近所で走り込む、あてもなく走ってみる。近所だとどうなんだろう。アイタンって結構あれだよね、なんか電車でも行けるし徒歩でも行けるって言ってたけど、まあいいか、あてもなく行ってみよう。一回やったことあるみたいですけど、あてもなく走ってみるか。どこだここは。たったったたったった、はあはあ、公園。たったった、はあ、ふう。だった、いろんなとこ走るな、こいつ。しんどいな。きたー、当たったー。やっほー。お、2個も上がるんだ。やったー。これはラッキーですね。負けるもんかー。すげえ、まさか一日中ずーっと走ってたのか。こうしてちょっと遠くまで走り込みをした。よし、これからも少しずつ頑張っていこう。もう一個があれだったね、近所だったね。ってことは結構近くに住んでる人、誰だ、リホコちゃんかな。うん、すげえ、会話してねえのにどんどん上がるぞ。最近のニーニーちょっといい感じだね。よーし、これなら女の子もほっとかないかもね。ありがとう。よし、寝ます。さて、ついに3週間目に入りましたね。これだけか。七崎と塚原先輩が何かを話をしているぞ。ちょっと二人の様子を伺ってみるか。これも放課後、放課後。よし、じゃあこれでいこう。なんだろうね。あれ、あそこにいるのは塚原先輩と七崎だよな。何してるんだろう。うん。じゃあ、練習メニューはそれでいいとして。そこでこちらをじーっと見てる君、何か用事？バレた。え？バレた。あ、先輩。あ、すみません。邪魔をするつもりはなかったんですけど。いや、
もう部活の打ち合わせが終わったから大丈夫だよ。部活の打ち合わせってこんな個人個人とやるものなの？あ、そうなんですか。普通部員みんなでやるんじゃないの？違うのかな。塚原先輩って言えばいつも森島先輩と一緒にいる印象があったけどね。さすがにずっと一緒ってわけじゃないんだな。あ、もしかして塚原先輩か私に何か用事でも？ああ、別に 用はないんですけど。遥かに用事だったの？バレてた。え、ああ、そんなつもりじゃ。遥かはいないよ。ああ、本当にそういうわけでは。森島先輩、どうかしたんですか？なんかあったのかね。そうね、多分今頃ラブレターをくれた二人のことをどうやって断ろうか考えようとして。あ、ここにもつながってくるんだ。あの森島先輩ルートの時にラブレターがね、なんか二人に同時にもらってどうしようかって話があったんですけど、考えようとして。途中で忘れている頃かな。え、そうなんですか？悪気はないんだけどね。もしかしてまたもらったんですか？森島先輩、最近また多くなってますよね。すげえな。そうだね。あ、でも1日に2通は久しぶりのはず。確か1年生の時以来じゃないかな。すげえな。あ、先輩たちは1年生の時からの友達なんですか？うん、そうだよ。なんかあれだよね、塚原先輩が森島先輩を助けてどうのこうのって言ってたよね。2年前の森島先輩ってなんだか想像しにくいですね。そう？あまり変わらないよ。変わらないっていうと？男子にすごくモテるでしょ？忘れっぽいでしょ？なるほど。行動力も決断力もあまりないし。そうなんですか？意外かも。なんか行動力ありそうだよね。何でもかんでもやりそうなイメージがあるんだけど。まあ物によるんだけどね。ああ、そういうことか。物によるっていうのは、例えば、あ、そうそう、1年生の時に一緒に回転寿司を食べに行ったことがあるんだけど。すげえな、高校1年生で回転寿司を女の子2人で行くの？すごいな。妙に似合わないな。回転寿司って自分で決めて取らないとお皿がどんどんいっちゃうでしょ？そうだね。ええ、回転してますからね。はるかは苦手なんだよね、自分で決めて自分で取るの。ああ、出されたものに対してじゃないとってことか。そうなんですか。それでいて良くも悪くも周りの言うことを聞かないのよね。それ一生食べれねえな。ずっとイカを取ろうかどうか悩んでるから、とりあえず食べてみればって言ったんだけど、そうでさねって言ってずっとお茶を飲んでるんだよね。すげえな、お茶だけで終わりそうだ。へえ。結局私が選んで取ってあげたんだ。お母さん、なるほど。だから塚原先輩がいろいろ言うんですね。ああ、それはすごく納得できるな。そうかもね。なぜか放っておけないんだよね。ああ、それはわかる気がします。いいコンビですしね。まあ一緒にいると楽しいし、私はこの通りこわもてだから一人でいると結構浮いちゃうしね。お互い様なのかな。どうなんでしょうね。確かにこわもてだよね。失礼な。確かに水泳部の部員勧誘でも塚原先輩だけだとうまくいきませんしね。さらっとそれ、あいちゃん失礼じゃないか。いいのか。ほら、そんなことないでしょ。いえ、今年の春、塚原先輩の勧誘で入部したのは私だけですよ。すげえな、あいちゃん。よく知ってんな、そんなこと。他にもいたでしょ、確か。いいえ、私だけです。おお、言うね、あいちゃん。ほら、斉藤さんとか。斉藤さん。斉藤さんは森島先輩の勧誘です。
森島先輩水泳部じゃねえのに勧誘してたの？すごいな。まあいい人だけど。そうだっけ。じゃあ絶対にいませんよ。すごいこの愛ちゃんのドヤ顔かっこいいな。まあまあ、なんてことなの。あ、来た。え？おお、これまた面白い組み合わせだな。森島先輩。あ、ごめんなさい。何が？別に謝る必要ないと思うけど。まさか三角関係の修羅場に出くわすなんて思わなかったから。マジかマジか違う。違います。すごい、そんなに否定しなくてもへこむぞこっちは違いますよ。まあまあ隠さないでも大丈夫よ。私は誰にも言ったりしないから。それで。聞いてないよ。響は愛ちゃんとこの子のどちらを選ぶのかしら。あれそういう三角関係。うん、まったくもう。さすがこうして塚原先輩から森島先輩の話を聞いた。うん、七咲も言っていたけど、やっぱり二人はいいコンビだよな。ああ、こんだけか。うん。うん、イベントがないね。飛ばしましょう。さあ、放課後だな。あ、これか。泳いでる姿が見たことないってやつと、帰宅部として何か行動するなら、たまには違う道で帰ろう。はあ。どうしようかね。ちょっとこれやってみるか。怖いけど。行こう。また覗きとか。よし、こっちからなら簡単にプールに忍び込めるだろうな。やめろ。退屈な放課後、七咲の練習を見ることで有意義にする。うん、我ながらいいアイデアだぞ。最低だ。そろそろいい頃合いかな。行ってみるとするか。大丈夫なの？うわお、マジで入ってるよ。あ、やってるやってる。む、やっぱりこれだけ女子の水着姿が並ぶと、なんだか壮観だな。入っていいのか？いや、今日は水着姿を覗きに来たわけじゃないんだ。七咲を探さないと。あれ、いないんじゃない？いる？よく考えてみれば、練習中水の中でどれが七咲だかわからないぞ。バカじゃないの。間違いなくいるはずなんだけど。誰がですか？うわー、バレた。あ、いや、1年の七咲を。あ、いたいた。うん、七咲。あ、水着姿ですね。先輩、何してるんですか？覗きさ。あ、いや、それは七咲の競泳水着。やめろセクハラだぞマジで。待て、ダメだ。僕はこんな発展途上の体には最低だな。お前、発展途上の体には興味がない。最低だな。先輩、何をジロジロ見てるんですか？いやらしい。最低。あ、もしかして覗きに来たんですか？まあ多分その通りだな。旗から見たら。違うよ、僕はただ七咲の練習姿でも見ようかと。それを覗きって言うんで。それって同じことじゃないんですか？そうだそうだ、僕はそんなだから見るなアホ。でも競泳水着で締め付けられたからだ。これはこれで悪くないような。先輩、まあ悪くはねえけど。え、そろそろ帰ってもらえますか？水泳部の練習中は部員以外立ち入り禁止なんです。そうだよな。あ、いや、でも僕は別にやましい。他の部員にもそろそろ気づかれますよ。え、みんなにその言い訳が通じるといいですね。まったくだ。わかったよ。はい、それではまた。はーい。下がっちゃったテンション下がっちまったじゃん。ああ、七咲。あれだけジロジロ見たら普通は機嫌を損ねるよな。ああ、失敗したな。ああ、やっちゃった。まあそうなるわな。まあでも会話が発生するんだね。よし、帰ろう。
落とした分を会話であげろってことだな。日々の積み重ねが大事なんだってお父さんが言ってたよ。 Yes 頑張ってね、ニーニー。 Oh yeah Oh yes 頑張ります。よし、じゃあ今回はここまでにしておきましょう。ついに3週間目に入ったということでね、どん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 イベントやってって、で、会話もやっていきたいと思います。今日ね、会話できなかったからね。では、ツイッターとブログ相変わらずやっておりますので、ぜひ覗いてみてください。では、次回の実況でまたお会いしましょう。バイバイ。